海と日本プロジェクトリポーターの平沼かな子です。浅虫の裸島がすぐそばに見えています。旧水族館があった場所なので懐かしく思う方も多いのではないでしょうか。今回はここ浅虫海洋生物学教育研究センターの歴史と役割について学びます。海と日本プロジェクト in 青森県。大正13年に設立された浅虫海洋生物学教育研究センターはこの7月に創立100周年を迎えました。中に入る機会なんてなかなかないですよね。行ってみます。何があるんだろう。記念行事として施設の見学や貴重な資料の展示が企画されました。ですね、こちらがですね、臨海実験場にあります図書室ですね。この作業台のスペースが結構広いので、いろんな作業ができるように空間が確保されています。実験のためにここで、そうですね、これ実験のために、飼ってるというか、そうですね、飼っているというか、はい、足が枝分かれしてます。なぜこの施設が浅虫に。大新吉先生という方がここを選ばれたんですけど、この生物の種類が非常に豊富であると。でもう一つの理由としては、この浅虫温泉すごい栄えてまして、教職員とかが家族を含めてその楽しいその生活を送れるようにと。3つ目の理由は、特急が止まる駅だったんですね、浅虫温泉駅。断然ここはアクセスがいいということで、その3つの理由でここが選ばれたというふうに聞いてます。近年の海の環境ってどうでしょうか。潜って海の中で見る生き物が変わってきてると。暖かいところにいた生き物がこちらの冷たい海域でも見られると。海に生息する生き物が変わっているということは言えると思います。今回100周年ということですが、これからへの展望はありますか。たくさんの人がこう集まる場所にしたいなと思ってまして、地域の人を含めたりとか、地元の子どもたちですね、小中高生とか、こう自然に接する環境としてはここはすごい素晴らしいところなので、ここに来て遊んでいっぱい遊んでいただいて、自然に触れてその疑問をたくさん持ってもらって、でそれを持って帰って勉強してもらうと、はい、はい、期待したいと思います。それは君大変面白い、君一つやってみたまえ。これは波多井教授の言葉です。陸奥湾でのホタテの養殖にもここでの研究が生かされているそうです。実は私たちに身近な存在だったんですね。海洋生物の普及は海の未来に可能性を感じます。海と日本。